こんにちは、マリアージュ賃貸の藤井です。住宅ローン払ってますか？サンデー毎日読んでますか？ということで、今回は横浜市港南区の築古物件内見しに来ました。はい、ここはもうね、ザ横浜みたいな坂ですよね。そして強烈な階段があります。まあちょっとね、この真ん中の方にあると思うんですけどね、ちょっと周りを見てみますか。こう、まあこういうところ横浜多いんですよね。こういうふうに組んであるところね、はい、鉄骨を組んであるところですよね。まあ坂をね利用してっていうのが、横浜やっぱ坂の町っていうのがありますから。お、ミック不動産さん近くで、ね、なんですけど、建て売りですかね。建て売りやってですね、高いっすね。15万3127円のローン、これは高い。マリア賃貸の方がいいよ。もうぐるっとね、ここはまあね、この辺りはこういう細い路地とかねある場所なんですよね。はい、そういう場所なんでね、まあまあまあ、さあ早速ちょっと外観の方に行ってみたいと思います。ここから行くわけじゃないんでね。よいしょ。いや今日はねムシムシしてっすよ。お客さんが来る前にちょっと動画撮っとこうと思ってね、いつも動画撮りますって言うと待ってくれる優しい人なんですけどね。よいしょ。こんにちは。さあ、こちらのお家ですか。結構いいっすよね、門構え。入り口狭いけどね、結構いいですよ。まあ空き家なんでね、草が当たり前なんで。でもここなんかお花とか植えたりしたらいい感じですよね。こういうところ好きだな俺。おっ、これか、これっすね。鉄粒がだいぶ来てますね。おお、倒れてますね。まあこれはまあね、こんなものはね腐っちゃうんでね、まあまあ解体すればいいんですけどね。心配なのはねシロアリです。こういうものが放置されてて、シロアリが寄ってくるっすよ。うん、ないね、敷地のあれが。塗装とかするときはちょっとこちらのお願いしなきゃいけないしないね、足場組めないからね。こういうのもちゃんと見といた方がいいっすよ。こっちもそうっすよ。ほら無理だね、ぶつかっちゃうもん。どうするって感じだよね。脚立でやるしかないよねこれね。無理だもん、隣のお家の敷地もあるしさ。まあでもまずまずですよね、悪くないと思いますよ。はい、ではちょっと室内これから行きたいと思います。外観はこのぐらいです。これは人体の藤井ですか。藤井でした。この物件を買うか買わないかはあなた次第です。それでは失礼します。はい、マリア賃貸の藤井です。住宅ローン払ってますか？飯島直子だったらどっちが好きですか？私は飯島愛さんの方が好きです。はい、先ほどのね物件の、室内の方、ちょっとご覧になっていただこうかなと思います。今玄関パッと入ったところですね。はい、まあまあまあ、1000円以下でですね。はい、まあちょっとね、まあザ・築古物件っていうね雰囲気の物件ですね。ただ結構ね、まあ、この配置はねこれ生かして方がいいんだけど、入ったら結構開放感があるように見せることもできるかなとは思いましたね。はい、ただここ扉もともとあったんだけどね、今ない。まあ
なんかカーテンレールをこうやってつけてた気がしますけどね、まあ、ちょっとここは直せ、いろんな形で直せるんじゃないかなと思います。おお、キッチンがやばいですね。キッチンが来てますよ、これ。おーおーおお、これね、マリエール人体の医者が持ってるね、横浜市の南区の物件、別所の物件があるんですけど、その買った時になんか雰囲気が似てますよね。この雰囲気がね、まあ、場所も近いんだけどね、上長屋とか、でも私たち江南区南区に物件が多いんで、まあまああれですね。お、お風呂、ああこういうお風呂じゃないや、こういう形のトイレですね。これはちょっとね、まあ和式というか、まあ和式、まあそうね、ちょっと形的にね、ちょっと直した方がいいかなって感じはしますね。はい、ちょっとこれは少しだけお金がかかっちゃうかなっていう感じですね。これを直すとなると、でちょっとこれ、こういう洗面、これちょっと古いからあれだけど、まあ割とこういうのもありますよね、今現代こういう形のものってね、まあ、ここにそのあえてそういうのやってもいいかもしれないね。この壁、お手洗いですよ。お手洗いちゃんとこう教えてくれてるんですね。まあ、ここしかないからね、お手洗いだったって感じだけど。で、分電盤、ブレーカー地震の時落とすと書いてますね。はい、それはダメですね、落とさないとね。はい、で、お風呂悪くないですよ、これ。これはね、バスリノベでね、綺麗にできますよ、これは。これはいいね。在来のお風呂ですけど、そんなこうなんかぶっ壊れてるとかね、ないね。おお、いいですね、これは。こういう感じだったらね、いいんですよ、これ。いいと思いますよ。で、床も緩い、特別なんか、1階はね、緩いとかないんだけどね。はい。で、これは和室。6畳ですね。はい。ちょっと今、開けておきました。ちょっと風通しよくしようと。お庭からこの、お、なんか庭からの雰囲気いいっすね。いいな。ただここちょっと虫多いんで、ああ、虫対策必要だな。うん、まあリフォームは全然普通にしなきゃいけないけど、いいと思うな。お、なんだ謎の壁。なんだこれ。なんだ穴開いてんのこれ。なんか丸、階段とか丸見えになっちゃってんじゃん。まあ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 、ほら直すか、ね、いいんですけどね。ああ、こういうのね、昭和のやつよくあるんですよ、こういう。なってるやつね、これインターホンだと思うんだけどね。インターホンかこれ。なんだろうこれ。ああ、そうですね、そうですね。見慣れないものがたまにあるんですよ、なんか。うん、2階行ってみますか。階段は割としっかりしてて、手すりもついていますね。手すりって、まあね、ご高齢の方が勝利なのかなって感じしますけどね。階段ちゃんとしてるけど、おお、ここのね、まあ、踏み板というか、踊り場というか、こういうところ、2階。これちょっとね、超危なかった。さっきね、確認してたけど、ちょっと危なかったっす。ちょっと抜けるっていうかボコっていっちゃいそうだなと思ったんで、これちょっと踏まないようにこっちでほいって感じでいきます。おお、よくあるね、昭和レトロな物件にあるこの床ですよ、この床材。これやっぱ流行ってたんでしょうね。これ多用してるお家がね、古いお家あって、こういうのがおしゃれだったっす。確かに僕のおばちゃんの家とかもね、こういうフローリングの床でして、確かにね、可愛いっちゃ可愛いですよね。まあまあこのまま使えないけどね。あ、まあ、真剣剤のね、あれですよね。おお、怖っ。すごい。今、怖っ。ちょっと今ね、リアルにビビりましたよ。おお、恐怖映像じゃないの、恐怖映像みたいな。ちょっと、ここはちょっと怖いんでね、飛び越えます。6畳かな。こんな感じかな。まあまあよくあるこういう天井ですよ、和室の古いレトロのね、畳があって、畳がね腐っちゃってるんだけどね。まあまあこれ
違うな、これゴザみたいな引いて、引いてあるな、引いてあってこう打ち付けてあるな、止めてあるんですよ、ずれんの、あ、簡単にずれた、あ、ゴザ引いてんだこれ、火に焼けないように、意味ないけどね、この状況じゃ。はいはい、階段のところ裏の押し入れですね。うん、これちょっとむき出しになっちゃうからな、このオープンクローゼットじゃないか、ない方がいいかもしれないですね。まあ、あえてそういう風に見せるっていうのもありですけどね、それはちょっといろいろ相談しなくちゃいけないやつですね。そしてちょっと開けと鍵開けとか言ったんですけど、外のベランダです、あの物件正面のねところです。これね結構怖いよ。音するっしょ。ほら音するっしょ。ほら怖いんだよリアルに。バキバキ鳴ってんだこれ。それは危ないですね。よいしょ。はい、こんな感じです、ご視聴ありがとうございました。それではまた、買うか買わないかはあなた次第です。それでは失礼いたします。